皆さんこんにちは、音玉たまこです。本日はですね、まあタイトルとサムネで分かる通り、皆様誰にも言えない墓場まで持っていきたい秘密ってありますよね。本当は誰かに話して楽になりたいけど誰にも言えない、そんな秘密ありますよね。人に言えないから墓場まで持っていきたいんです。ここでたまちゃんが君たちにたまちゃんの秘密を言うと、たまちゃんの秘密ってバレます。なのでたまちゃんは君たちに秘密を話すことはできません。でも君たちは別です。というわけで、今回はツイッターでマシュマロの方で皆様から墓場まで持っていきたい秘密事を募集しました。なんかちょっとでもすっきりさせてあげられないかなって。裏では人間ってこんな秘密持ってるんやな、えひでーって思いながら読んでました。みんなも他の人たちのね、秘密を聞いて、自分の秘密なんてちっぽけなんだなってバカにしましょう。はい、続いてこちらです。え、これさ、ガチ？これは真面目に言ってる？どんな喧嘩したらこうなるの？謝りな？これはBGM も相まって恐ろしい、ここまで来ると。あかんよ、あんた嘘であってほしいもん。今日一面白い。お顔を揺りかしてる可能性ねえだろ。なんか変な匂いするな。本当に最低、本当に最低。やめなさい。うん。